ハローで始まりましたモテチャンネル。さあ今回ですね、受けてきました第300回トイック公開テストですね。はい、300回記念大会だったんですよ今日はですね。いやもう二日酔いだったんでそんなこと言ってる場合じゃなかったですね全然ね。はい、8月21日午前の受験でございました。いやーやばかった。つらっていうかまだ今でもつらいですね。はい、そんな中受けてきましたけど、いやまあいろんなねことが起こってちょっとびっくりしましたよね。いや何があったかっていうとですね、まあこれ前回ですよね、確かね、前々回じゃないよね、試験監督とのねバトルをしたっていう話をしたと思うんですけど、同じ試験監督でした全然違う試験会場なのに同じでした。試験監督当ててきたんですかね、わざわざ。はい、前回に引き続きまた今回もバトルが、前回はねハガキねしまえって言われて、いやいやしまわなくていいからマニュアル見ろっつってねこっちが言ったわけなんですけど、今回なかったです、しまってくださいっていうのなかったんですけど、でも今回は帽子は絶対取れって言ってきた。はい、そう、前回はそのね帽子取ってくださいって言われて、いやって言って、ね、取らなかったんですけど、今回は宗教上の理由や身体的理由の何かある場合を除いては帽子はいけませんって言ってた。そんなルールあったの？トイックのマニュアルに。ぜひね、あの試験官やってる方教えてください。マニュアルにそんなこと書いてあるんですね。はい、で、そういうのありますかって言われて、別にないですって、ね。はい、でも嫌ですって言えばいいんですけど、でもまあまあまあ、そこまで言うんだったらって取りましたけど。っていうことがあったりしましたね。で、まあ試験始まって、いやもうでも気持ち悪すぎて、パート3の時からだね、もう、おー、くるるっていう感じで、リーディングの時にもうダメだ、うわってなってて、パート5、でもその試験官全く見ないんだよね、こっち側をね。もうなんかずっとやっててさ、いやもう気持ち悪くて、もうダメだって言いたいのにさ。で、5、6まで終わったね。で、7で、もう7の1問目がマジで頭に入ってこなくて、1セット目の2問目かな。もう、あーってなってる時に、試験官がやっとなんか作業を終えて動いたんで、トイレ行きたいですって言ってトイレ行ってね、分かったな本当に。で戻ってきたら、あーはいはいはいみたいな感じで、だんだん頭に入ってきてね。パート6苦労したで、だからこの気持ち悪い中文脈依存のやつ解くの超大変だったけど、はい、という感じでですね、はい、試験無事終えてきました。300回記念大会だから、じゃあそれぞれのですね感想を言っていきたいと思います。ああそうだ、モリテスパーカー今日までですので、注文の方お忘れなく。フォームっていうのが複数ありますからね、同じ午前ね受けていたからといって、同じ第300回受けていたからといって同じ問題とは限りませんので、まあ詳しくはねこの後出る反省会のライブ配信の方ですね見ていただければと思います。はい、では行ってみたいと思いますが、まずパート1はまあ普通としておくけども、一問おそらく多くの人は知らない表現出たなって思って、多分過去に1回出たことはあると思うんですけど出たなと思って、まあ、日常生活してる中で聞いてはいたけど、これはきついだろうっていうのがありました。で、あとは A が4つあったんで、6問中 A4 つって、いや偏りすぎだろうって思ったけどね、そんな感じになってましたね。まあできたとは思います。続いてパート2ですね。パート2はまあ普通かな。ただまあ変化球がちらほら、まあ後半部分に重なることが多いんですけど、前半にも中盤にも後半にもありましたね。なんか中盤かなんかで、こんな答えあんの？みたいなね、いうちょっとびっくりしたのがあったりとか、なんか、そんな答えすんの？答えてやれよみたいなね、はい、いうのもあって、変化球がやっぱり慣れてない人にとってはきついと思いますね。まあ、自分自身は、まあもう変化球は慣れっこだったんで、気持ち悪くても全然解けました。続いてパート3ですね。パート3は、まあちょっと難しいかな。ややなんとしておこうかなと思います。どうでしたかね。まあ気持ち悪くなっちゃったっていうのもあるんですけど、なんかやっぱ表現が、レベルが高いものが多かった。まあ4にも言えるんだけど、どこで働いてますかとか、どういった産業の人ですかとかっていうところに、難しい単語が結構いたりとか、あとは、これとこれってどう違うんだろうって思う、選択肢同士比べてねっていうのがだいぶ目立ってて、でどれもまあその引っ
かけだったんで、結局難しいよとか、これとこれどう違うんだろうっていうのは全く答えに関わってこなかったんですね。だからまあ普通といえば普通なんだけど、選択肢の表現は難しかったと思いますね。で、パート4も同じ感じです。普通かやや難としておくけれども、選択肢がちょっとむずくなってるなって感じ。まあ選択肢がやっぱちょっと難しいかなと思うけど、なんか想像できない場面とかは今回なかったんで、前回よりは優しかったと思いますね、パート3、4は。ただ目立ったというか、あれって思ったのが、今回は地図1個で、あと表だったんですよ、全部。だから4つが表で、4つの表とも列が3つだったんですよね。2つじゃなくて、そうとか、表の列が3つってことは情報量が多くなるので、なのでレベルがやっぱり上がってるなという印象ですね。で、さらにはその3つの中でも厄介なものがあって、情報の照らし合わせ、まあ音声と書いてある情報と照らし合わせるんだけど、段階上の照らし合わせがついに出てきたなっていう感じでした。まあもしかしたらリサイクル問題でもうすでに出てたのかもしれないけど、もうこれ聞いてはいっていう風に正解できるんじゃなくて、これ聞いてここでちゃんと違いを意識してっていう読みのところっていうか、このグラフィックを見るところでもう一段階置くっていう問題が出たんで、これはレベル上がったなっていう風に思いましたね。はい、3列であるだけじゃなくて、より一層情報量が多いって問題が出てたんで、これは厄介だなと思いました。続いてパート5、まあこれはややなんとしたいかなっていう感じです。いわゆる激ムズ問題はなかったです。一つも超絶ムズいっていうのはなかったですけど、このレベル通ってくるんだっていう上級的なやつが複数あった。いつもより割合が多く感じましたね、難しい問題ので。選択肢同士を比べても、これとこれどっちなのみたいなね、いうのが結構あったんで、まあちょっとレベル高めかなと思いました。また反省会のところで出てくるかな。前回反省会ラジオで出てこなかったからね、反省会ライブですね。で、前回出てこなくて、あんなにすごい問題だったのにって思ったんですけど、今回は話題になるんじゃないかなと思いますね。これどっちの選択肢なのみたいなのを惑わせるのがありました。で、パース6はまあ一応普通としておきますが、やっぱり文脈依存が難しいですね。一個場面が浮かばないと、これ無茶じゃないのっていうのがあったかな。で、文挿入問題が2番目3番目だったんだっけ、ほとんどが、まあ、とにかく4がなかったんですよ。文挿入問題って4に来ると簡単なんで、ね、4番目じゃなくて間に全部あったんで、この辺はちょっとめんどくさいなと思って、ただいつもよりは引っ掛けのレベルが低いかなと思いましたね、文章にね。はい、で続いて読解ですね。読解は難しかった、はい、読む量がね、後ろだったね、後半が読む量多くて、前半がすごい短いのも結構あったね。すごい短いのもあったんだけど、ちゃんと見つけなきゃいけないし、推測しなきゃいけないのがマジでめんどくさかった。もうほんと推測がね、もうやめてほしいって思った。書いてないじゃんそんなこと、わかんないじゃんそんなのっていう、まあ消去法でやって、まあこれしかないけどっていうのね、できましたけど、まあできはしたんだけどって感じかな。あとはまあ大体、まあ、後半になるともうこれが正解だろうなってもう思って、パッパッパッパって解けるんですよ。もう照らし合わせとかでどうせこれが答えに関わってくるだろうなとか、あのパターンでどうせ正解だろうなっていうので、まあ当たるんですよ。今回前半に外れたのが2問あったんで、あ、これだろうもう正解はって思ったけど、あれないんですけど、ないんですけどみたいなのがあって、それが時間かかっちゃった。正解はこれだと決めてかかったのが失敗しましたね。それでも結構時間は余ってたんで、まあ、時計ないんでどれぐらい余ったかは分かんないですけど、いや相当見直しできたんで、問題もだから、ああトイレ行ったけど大丈夫だったんだなっていう感じですね。やっぱ後半めちゃくちゃ追い上げたって感じですね。ダブルパッセージも一番すげえ難しかったな。うん、それをやっつけた後のダブルとトリプルはもうバン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 って解いてったので、そこで一気に速度を上げたっていう感じですね。まあ、リスニングは1問も間違ってないと思います。あんだけ気持ち悪くてうえーってなりながら、ね、もう余計なことをいっぱい考えて別のことを考えながら、どかせどかせどかせってやってたんだけど、一個も間違ってないと思いますね。自信はある、かなり。でもリーディングがね、読み間違いとかちょっとね、推測問題とかで間違い起こってたらちょっと困るなっていう感じでした。はい、皆様どうでしたか。受けた皆さんぜひですね、ご感想をお聞かせください。私はもう気持ち悪い。はい、生配信まで、ね、この動画を早く編集して早く寝ます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 うわぁ。